放送タイムラフです。おお、ビューリー。やばい今の。今いいね。サイドスピンゼロだね今の。うん。そうじゃん、そう下手くそじゃん。27、9番で打ちます。これも右です。あ、俺より左で。俺より左でした。なんかやっぱ左がちょっとね。怖いよね。うん、仕事はめっちゃ遠い。これ全然ダメなんじゃない？ちょっとラインが。ね。さあ、これが入れば6アンダーですよ。パーパット、これも取ってほしいという要望がありました。これも取ってほしい、これも取ってほしい。ナイス。5番アイアンです。182-14。おお。Get the hole。お。まあまあまあ。ナイスです。ありがとうございます。うん。
ぽナイスポー。ありがとうございます。バーディーが欲しい。これラーメンをかけたところを戦いしてもらう。ショコタンのパーパットオッケーだけど。オッケーですか。ご要望があっての。外したら絶対使ってよ。ナイス。ショコタンの後ろスイングをお送りいたします。よし、バーディーだ。お願いします。おお、どう？天ぷら。最終ホール一打目バーディー取ってほしいです。右かな。ダメっすか。全然ダメ。はい。ちょっとなんか抜けが悪い感があるよね。14。やば、うまいな。ナイスオンだね。あの、うん、大丈夫っしょ。でも、うん、ナイス。120、何？50。ちょっとバーディー取ってよ。バーディー取ります。バーディー見たいよ。全然風ないじゃん。どこ行った？ちょい左。カッコーンで終わりたかったんだ。ということで今回は中山彩香プロの5アップで乾杯です。爆笑。余裕。超強い。超うまかったわ、ほんと。精進するんで、またよろしくお願いします。いや、私もちょっとマジで、あやぐらい勝てないと、ほんとやばいよ、マジで。すいません。見てくれてありがとうございます。Thank you。試合は？次の試合は、日本のQTです。QT、日本のQTと、アメリカのQT。アメリカのQT。あ、ツアーとか出ないの？まだこれからQTが終わってから、スケジュールを組む感じで。ヨーロピアンツアーは多分9月。9月、はい、9月。皆さんチェックしてください。お願いします。インスタグラムやって、はい、フォローしてください。インスタグラム概要欄に載せておくのでフォローしてください。あとホームページ、ホームページも載せておくんでよろしくお願いします。皆さんからのコメント待ってます、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。女の子に負けるゴルファーだけど、まあ、皆さんいいと思ったら高評価と、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。バイ。